じゃあ次行きましょうか。ミニマップ欲しかった、コンフィグもっとしたいというところなんですけど、これはですね、ちょっと次行ってください。すいません、ミニマップはちょっと今回協議した上で実装しなかったです。というのも、まあ、試しはね、もちろん初期設計からやってたんですけど、どうぞ。やっぱミニマップを見て進むだけっていうやっぱプレイになりがちで、なんか没入感がめっちゃ落ちるので、さっきちょっとご紹介したように、あ、まあ、次も出して大丈夫です。あの後々ね、探索フィールドっていうのも出てくるんですけど、ちょっと今回はじっくりクライブになりきった気持ちで遊んでいただけるとありがたいですし、次も、さっきね、高井の方が、はい、ストーリーフォーカスモードのちょっと説明をした時に、まあ、出てきた広いあのエリア、フィールドって僕ら呼んでるんですけど、あの辺りはタッチパッドで、エリアマップっていうのを表示可能になっているので、目的地っていうのを確認しながら進むことは可能なので、これもちょっとこだわった部分ではあるので、ちょっと進む方向をステージやってる時分かんなくなったって時は、L3 をこう押し込んでいただけると、トルガルがいる時はトルガルがこっちだぞって教えてくれますし、いない時はカメラがね、こっちだぞってそっちを向いてくれるので、迷ったと思ったら L3 押し込みしていただければすぐできますんで、ぜひそういう風にしていただける。意外とね、 L3 押し込み気づいてない方もそういらっしゃるかなと思ったので、なのでそんなに迷う作りにはしていないので、ただまあリアルタイムアクションだから戦闘夢中になってぐるぐるしてると終わった時に俺どっち向いてんだっけってなるので、その時にL3 ギュッて押せばスッてこっちだぞって向いてくれたり、トルガルがねそっちに走ってって知らせてくれたりするので、ぜひぜひ使ってみてください。あと、タッチパッドが、まあ、これ今フィールドでタッチパッドを押すとエリアマップが表示されて、うん、まあ、さっき僕の方でコメントさせてもらったタッチパッド長押しするとアクティブタイムロアが出ますから、なんかマップで迷ったらタッチパッド、うん、なんか単語で迷ったらタッチパッド覚えてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。